皆さん、こんにちは。ミナントロです。今日はですね、私が先日行ってきた、大音嫁語り展についてお話ししたいと思います。私はすごく音嫁語りのファンで、というのも、ジャラジャラしたものとか、民族的なものとかがとても好きなので、もうこのモニカ・オール先生のファンなんですね。で、今回、行って思ったことは、この動画を見ている人はほとんどが音嫁語りが好きな人だと思うんですけれども、特に行ってほしい人は、音嫁語りのイラストが好きという方、原画展なのでね。あとはですね、イラストや漫画を描いている方にとってもとてもためになる展示会だなと思いました。詳しく説明していこうと思います。それでは、どうぞ。まず、基礎情報なんですけれども、大音嫁語り展の場所はですね、所沢桜タウン、埼玉の所沢、東所沢駅の最寄りで開催されました。開催期間はですね、2022年の2月23日から3月21日までです。で、初めて行って気がついたんですけれども、所沢って意外とオタクの聖地といいますか、アニメとか漫画の展示が意外と多いんだなと思いました。なんか街全体がね、オタクの聖地にさせようとしている感じ。がしました。例えばね、マンホールとか、アニメキャラの絵が描いてあったりするんですよ。それはね、ちょっと衝撃でした。あんまり行ったことがなかったんでね、新しい発見です。場所自体は意外と、住宅街なのかな、落ち着いてる場所で、所沢桜タウンっていうところはですね、大きな美術館、展示会ですね。ここ、ジャパンパビリオンっていうところとか、あとはもう一つ大きな建物があって、そこは、この大音嫁語り展が開催されている時はですね、ガンダム、の確かオリジンかなの展示会もされていました。展示内容についてはいくつかに分かれていて、基本的にはストーリーに沿った原画をですね、順番に見ていくこととなります。はい、それほどすごい大きいというわけではないんですけれども、それでも入場料が通常だと1000円で、1000円以上の価値はあるなと思います。で、あとはですね、ファンにとってはグッズも売っています。こちらについては後で少しご紹介したいと思います。すでに知っている方もほとんどだと思いますけれども、一応少しだけご紹介します。音嫁語りというのは、基本的には中央アジアのお嫁さんのストーリーをですね、少しずつ紹介したお話となっています。中央アジアの特定の地域というよりは、カスピ海とか周辺の地域を舞台にして暮らしを表したストーリーとなっています。起伏が激しいものというよりは、生活を見るのが好きな方とか狩りとかね、見たい人が、好きな作品だと思います。本当にこの森かおる先生という方はすごく絵が綺麗でですね、一枚一枚がそれこそ絵画のようなそれから見ていて飽きないですね。書き込みがすごいので毎回単行本を楽しみにしています。早速本題の音嫁語りの展示会についてお話ししたいと思います。まずですね、入ると特典としてこういったもの、ラフをね、おまけにいただけます。これは日によってね、どんなネームなのかはランダムです。私が行った日はこれでした。このネームを見ただけでもさ、すごいネームというかラフですかね、ちょっとわかりませんが、これすごい絵を描く人に勉強になるなと思いました。あ、こうやって人体描いてるんだなとか、漫画を描く人もね、こういったあたり描くんだなとか勉強になります。こういうタイプの入場特典は私は初めてだったんですけれども、いろんなアニメの展示会ではこういったものは結構あるみたいですね。ゴールデンカムイの展示会とかも多分、確かこんな感じの日替わりの特典だったと思います。でですね、まず驚いたことなんですけれども、原画が見れるっていうところですよね。何を言ってるんだと思うかもしれないですけれども、原画ってことはつまり絵を手で描いているということなんですよね。最近はすごくデジタルのイラストが普及していて、漫画もデジタルで描いた方が早いっていうふうに思う方はほとんどだと思います。でも森かおる先生は手書きの方がしっくりくるということで、手書きで書いてらっしゃるということです。原画ってすごいいいですねって改めて思いました。毎回こういう展示会行くとそう思います。というのもやっぱり手書きだと実際見に行くのと、絵を漫画電子版とかで発行されたもの読むの全然違いますね。こういった形で描いているのかとか、トーンの指示はこの色でやっているんだとか、あとこの展示会では森かおる先生がどんなところに気をつけている、どんな画材を今回は使ったとか紹介されていて、アナログで描く人にとっては参考になる
コメントがたくさんあったと思います。私も絵を描くんですけれども、基本的にはデジタルしか描かなかったんですね。でもこの展示会に行ってアナログまた描いてみたいなと思いました。勉強になるので行ってよかったなと思います。写真も撮れたりしてね、複数特にコメントの部分私は写真撮ってきました。やっぱ原画が出せるっていうのはその手書きが強いところですよね。いやもう本当にびっくりしたのはこの何ですか、綺麗なイラストが左右均等に描かれているのが森かおる先生の私のイラストの印象なんですけれども、その顔の綺麗な絵が実は手書きだったのかっていうのがちょっとびっくりしました。はい、この展示会は私が見たことあるのとはちょっと特殊で、基本的には完成されたイラストがバーンと原画として額に飾られているんですけれども、その下に少しですね小さいこういったネームが出ていて、でこの後実際に漫画で見るとこのような感じで印刷されますっていう見本があったんですね、それぞれほとんど。で結構ネームと完成したもの違うんですよそれがね衝撃でしたね。話しているキャラクター自体も変えていたりとか、ネームから完成の段階で、そこが少しびっくりしましたね。完成の前にキャラすら変えることもあるんだなって。本当にどういった形で漫画が完成されているのか知りたいという方にはすごく勉強になると思います。もう一つ思ったことはですね、この展示会はためになるインタビューだらけです。イラストを描いている人は本当にためになります。例えば森かおる先生のファンだけという方でも、好きな食べ物は何とか、いろいろ一日のスケジュールを教えてくださいとか、そういった詳しいプロフィールがですね壁に飾られていました。すごく興味深いです。基本的に寝る時以外は本を読んでいたり絵を描いているんだなっていう感じですね。本を読むべきだということをですね見て、あ、なるほどと思いました。やっぱ本を読まないと、知識がないので書けないとか、確かになと思うところが複数ありました。個人的に印象的だったのはですね、どのように絵が上手くなるかっていうところ基本的には練習してくださいっていうところでしたね。はい、意外だったことなんですけれども、観覧者が結構年齢層が高めだったことですね。思ったより民族系が好きなのは年齢が高い人なのかなっていうのを感じました。ちょっと衝撃でしたね。穏やかなストーリーだから年齢層も高いのかなとか、生活のお話だからかなとか少し考えたりしていました。とにかくこの原画展はね、書き込みを見れるのがすごい興味深いです。そんなに関数が出ているわけではないので、多分今回そんなに出せなかったんだと思いますけれども、それでもね見応えはありました。この原画っていうのは何が出ていったかっていうと、カラーイラスト、表紙のイラストとかがあって、その後基本的にコミックの中身だったと思います。であとはですね、ショップもすごいっていうところですね。この所沢さくらタウンではすごくグッズもたくさん売っていました。ダヴィンチストアっていうところがありまして、変わったお土産とか、あとはダヴィンチっていう名前なので本とかね結構ありましたね。コーヒーが売っていたり、少し変わったタイプかな、イラストとか資料とか漫画もたくさんあったし、他のこの音読め語り以外のですね漫画とかグッズとか結構売っていました。で音読め語りのグッズも今回は複数販売されていました。会場限定といいますか、今回の展示会限定だったのは確かお皿かな、お皿が記念用に書き下ろされたお皿だったと思います。あとはですね、缶バッジとかペンとかアクリルスタンド、アクリルスタンドはね結構アニメ系のグッズだとよくありますよね。あとはねポストカードですね、クリアファイルとかイラストが好きな人向けで飾りたい方向けですかね、いろいろありました。で私が買ったのはこちらです。バッジ2つとカザフ刺繍というのも、この作品が好きな理由の一つとして、このカザフといいますか中央アジアの模様が好き、こういう文化的な刺繍とか好きだなっていうところで買いました。ここに音読め語りって書いてあるんですけど、見てください森かおるって書いてあります。これはね確かカルルクさんの刺繍すごいマニアックな話だけどなんか一つ一つ意味があるみたいです。これはマメタンですね、音読め語りの作者の方が生み出したオリジナルキャラクター。
後書きとかによく出ています。可愛いです。刺繍の缶バッジって珍しくないですか？これ可愛くて嬉しいです。で、カザフの刺繍っていうのは、これは全然森かおる先生が書いたわけではないんですけど、森かおる先生がおすすめしていました。ここにカザフ刺繍おすすめ本っていう資料もいただいたんですけれども、はい、中央アジアのカザフ族に伝わる刺繍についての本ということで参考にされているということですよね、きっと。実はですね、このダヴィンチストアには今回私が買ったカザフ刺繍という本以外にも、ファーブル昆虫記とか森かおる先生がおすすめしていた本が4つかな、4冊、ピックアップされて置かれていたので、どうやってこういったイラストを描くのかなとか、どういった資料を参考にしてるのかなとか、気になる方ですね、ぜひ買ってみてほしいです。布教しています、勝手に。このカザフ刺繍自体については、まあ、ここにも書いていただいてるんですけれども、刺繍の仕方とかね、模様とか書いています。私もいつかは民族っぽいものを描きたいなって思っているので今回買いましたね。まあ、あと行ってみたいです、単純に中央アジアに。まあ、ちなみにおまけなんですけれども、所沢桜タウンというところには神社もありまして、おみくじを引きました。大吉でした、イエーイ。今年はいいことありそうです。というわけで、行かれてない方はですね、次回に期待しましょう。手書きもいいなっていう風に改めて思いました。はい、以上となります。もしよろしければいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私のチャンネルではいろいろ様々なこと、イラストについてですとか、とりあえずサブカルチャー的なことをたくさんやっているので、よろしければですね、他の動画も見てみてください。それではまた今度、バイバイ。